はい、皆さんこんにちは、セナです。今回ですけども、前回に引き続きツインモーションの動画を撮っていきたいと思います。今回ですね、前回の動画で作成したこの山ですね。これを使ってですね、人の動かし方というか、通行人や走る車や自転車などを作る方法を説明していきたいと思います。では早速やっていきましょう。はい、まずですね、こちら。ここのコンテクスト開いていただきまして、今言ったものは全部このパスのところにあります。でですね、ここに今全部ありますよね。一旦このカスタムを置いときまして、キャラクタービハイクルバイスク、この3つですね、説明していきますね。まずキャラクターを歩かしていきたいと思います。まずこの状態で何も出てこんへんってなりますよね。この状態でこのペンマークですね、キャラクターパスって押しまして、押したらこんな感じでオレンジ色が出てくると思います。オレンジの丸ですね。今からこれをクリックしていくんですが、そのクリックしたところを歩いていきます。なのでまずスタート地点を決めまして、じゃあ引いていきたいと思います。まずスタートを決めまして、こんな感じで歩いていってほしいよという風に押していきます。はい、こんな感じでですね、道を作れましたら、最後にですね、まあ何でもいいんですけど、僕いつもこれ押します。なんか他のやつ押します。じゃあ確定されたことになりますんで、はい、こんな感じですね。はい、見てください。今押したところに人が歩いてますよね。でこの道ですね、クリックしていただくと、まあタイプですね、まあアフリカン、アジアン、買う、まあ、とか、人種をある程度選ぶことができまして、その後にですね、どこら辺におる人なのか、ビーチなのか、旅行客なのか、会社員なのか、道端に歩いてる人なのかとかいうのを選ぶことができまして、あとこの道の幅を広くすることができます。ここは自由に。ごつくすればごつくするほど、横並びに人が増えていく、そんなイメージをしていただくと分かりやすいのかなと思います。でですね、このデンシティ、まあ密度ですね、この密度を上げれば上げるほど、人が増えます。まあ当たり前なんですけど、ギュッと上げれば上げるほどドンと増えます。ちょっと重いので、人ってかなり重い種類なんで、結構気をつけてやってください。あ、ゼロかな。はい、こんな感じで作ることができます。例えばですね、これ何がすごいかって、その自分が作った建物に出入りする人物を作ることができる。もしくはまあ家であったら密度をね、めっちゃ少なくして、こんな感じで歩いていくようであったり、集合住宅だったらね、廊下とか歩かしてみたりとか、いろんな自分が描いた動線であったり、人の動きを作り出すことができるっていう、すごいこれメリットだなと思います。まあその他にですね、こっち向きじゃないわと思ったら逆向きにしたり、まあ止めたりすることも可能です。こんな感じで人はパッとできまして、まあ車も同じです。ビアクルパスを押しまして、パスを作ります。はい、こんな感じでね、車のセットもいろいろできまして、今25キロ走ってます。もちろんこれをスピードアップすることもできますし、逆に遅く止めることもできます。ここで調整できますし、密度ももちろん上げれますし、まあ、ハイノーセットですね、車幅どれぐらいするのかであったり、ツーレーンにすることももちろんできます。だからもう完全にね、周りの環境をこれで作ることができます。こんな感じで車も作ることができまして、自転車ももうもちろん同じです。一応やっておきますけど、こんな感じで自転車をまた2レーンにしたり、密度上げたり、また速度もね上げることができます。まあ、30キロで走る自転車なんかなかなかないんですけど。で、一つこれがちょっと特殊なんですが、カスタムパスですね。これが結構特殊ですね。一旦パって引きますよね。で、ここに流れてくるの、今ボルトがこの立方体なんですけど、自分で選ぶことができまして、はい、Go to Library って言って、ライブラリーの方に移動していただくと、いろいろ選ぶことができます。例えばですね、こんな感じで人を持ってきましたら、さっきまではこういう複数人の種類の人が歩いていましたが、この場合は、この一人がね、でもこれね、やっぱ、動かすにはちょっとおかしいんですよね。見てください。歩かないんで、棒立ちしてる状態なんですよね。まあスピードも変えれますし、これもいろいろ変えれるんですけど、基本的にはこれは何がいいんやろうな。
正直ね、このカスタムパスは何に使ったらいいのかが僕自身あんま分かりきってないですね。何に使うのか調べたのは調べたんですけど、そもそもカスタムパスについて書かれた記事とかがないので、ちょっとまだ分かんないんで、これはあんま使わなくてそもそもいいんじゃないかなと僕は思っております。それよりもこの車であったり自転車であったり人をうまいことを使ってですね、自分の好きなように人の動きや車の動きなどをつけてですね、より一層自分が作った建築がどういった役割を果たすのかっていうのであったりをいろいろ自分なりの表現でできるのではないかなと思います。とこのオレンジが邪魔だと思うんですけど、こういうね配置した時とかに出てくるこのいわゆるこのオレンジのマークですね、オレンジの玉は全て全部 G を押しますと出したり消したりできますので、これも覚えておいてください。はい、ということで今回は人や車や自転車を自由にこうやって歩かしたり走らせたりする方法について詳しく説明していきました。今回の動画は以上になります。ありがとうございます。